高野孫左衛門高野孫左衛門5月2日昭和43年2月25日は山梨県出身の実業家衆議院議員。陽名は高野武氏。山梨県甲府市柳町に父、孫左衛門、母、友の三男として生まれる。山梨市藩学校付属小学校を経て大正5年3月に私立甲府商業学校を卒業。 山梨県甲府市柳町に、父、孫左衛門、母、友の三男として生まれる。山梨市販学校付属小学校を経て、大正5年3月に、私立甲府商業学校を卒業。創生した2位、孫親の妻、義子の清と、大正11年5月に結婚し、油と塩を商いする、甲府有数の老舗である家業の吉次屋を継ぐ。 大正12年4月に単身上京して、早稲田大学政治経済学科に入学したが、同年9月1日に発生した、関東大震災のため帰郷し、大正14年1月に、第16代目、高野孫左衛門を襲名した。1924年2月11日に立党された、甲府革新党にも参加し、今井萌衛門、牛山あ助らと共に常任理事となり、 1914年の廃税運動でも活躍する。米総動後には、山梨県をはじめ各地で、小崎総儀が公用し、日蓮主義青年団運動を提唱した、瀬尾義郎は全国を回って運動した。山梨県では高野をはじめ名取忠彦、今井晋三、雪、公雪村松伊一郎ら有力者がこれに参加し、後の翼山総年団運動となる。 昭和17年2月に山梨県会議員となり、翌3選挙と言われた同年4月30日の第21回衆議院議員総選挙において、山梨全県区選出の衆議院議員となり、昭和20年12月1日まで務めている。戦後、公職追放となり、昭和26年に追放解除された。ありがとうございます。